はい、今回は飲み水が自分で作れるのかというテーマについて考察してみた、動画になります。そもそものきっかけはですね、防災に関していろいろ考えてた時に、水の確保が一番重要だと、知ったんですが、まあ、大体基準としては1日1人3リットルから4リットルの水を、まあ防災っていう意味で言うと3日分から4日分備蓄しておく、あるいは確保するということが大事だという事実を知ったんですが、現実その3、4リットルの3、4日分というと、まあ、10リットルとか、まあ、16リットルとか、まあ、そのぐらいの水を確保しないといけないわけですね。果たしてそれができるのかと。特に、まあ、今回は職場における防災準備と防災の備えという意味で動画を作ってみましたので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、職場で被災した場合に、その10リットルとか16リットルとかいう水をどうやって確保するのか、まあ、普段から持ち歩くわけにはいかないですし、では、その雨水とか、川の水とか、まあ、手に入る水で、飲み水が作れるのかどうかというところがそもそも気になりまして、でそういうことをちょっと自分なりに検証したくてやってみた、まあ、実験になります。まあ全く興味ない持てないと思うんですけど、まあ、これは個人的な検証ですので、まあ、興味ある方はですね、ご覧いただいたらいいかなと思います。でダイソーなんかで売ってる、浄水用の蛇口を調べると、まあ、大体活性炭を使っているものが多くて、これ100均で売ってる活性炭、次にゼオライトという天然石を使っている場合、これ100均で売ってるゼオライト。まあ、便利な時代ですね。何でも100均で売ってます。まあ、ゼオライトと活性炭両方使ってたりとか、いろいろあるんですけど、まあ、どっちにしても活性炭かゼオライト。まあ、私が思うにですね、要するにその水をきれいにするためには、汚物というんですかね、その、体に入れたくないものを取り除くために、小さい穴、その本当に小さい穴ですね。1ミクロンでしたっけとか、まあ、4ミクロンとか、そのぐらいの、大きさの穴が開いているものであれば、有害な物質、例えば動物の死体とか糞とか尿に含まれるようなアンモニアであったりとか、そういうものを川の水とか取り除くことができるというふうな意味らしいんですね。したがってその小さい穴が開いている物質、それがこの活性炭とか、まあ、ゼオライトになるみたいですけど、まあ、そういうものをですね、何層か水槽のようなものに入れて、で上から水を入れてやると、汚れたもの、その汚物が小さい穴に捕まって、それ以外の、まあ、綺麗な水が、下から出てくるというふうな仕組みのようなんです。まあ、いろいろまあ、品質とかですね、作り方には差はあれ、大まかに言うと、ろ過剤を使ってですね、水をきれいにするということが基本みたいですので、まあ、今回ですね、そのゼオライトとか活性炭、まあ、これを100均で売ってたものを買ってきました。まあ、本当は100均で買うのも不本意だったんですが、まあ、炭をですね普通に作ってそれを砕いて入れたりとかいうふうなことでもいいのかもしれませんが、まあ、最初はですね、まあ頼れるものは頼ってといっても、所詮まあ100円ショップなので安いんですけど、やってみようということで始めた、実験になります。で最初のハードルがですね、これ今やってるんですけど、その買ってきた活性炭とかゼオライト、まあ一部ですね、その水槽を浄化するためのとかいう目的のものもあったんですけど、まあ、今映ってるのだったら昆虫を飼うときに、入れるようなものと、袋が開いてましたね。はい、ちょっと入れ直しますけど、昆虫を飼うときに入れるような活性炭とか、まあ、ゼオライトに至っては、なんか魚焼きを焼くときに煙が出ないようにするとか、まあ、本来その浄水ろ過剤としての目的で売ってるものではないもので、材質が同じとはいえ、やはりですね、うまくいかないんじゃないかなという気がして、ちょっとこう洗浄してるんですね。思ったのは、綺麗な真水で洗っても、その水が汚れてしまうと。ということで、水をきれいにするためのろ過剤なんですけど、まあ逆に、清水を汚してしまうと。最初にこのろ過剤を洗うということがですね、大事なんだなぁとつくづく思い知りました。これもですね、水槽に入れる、浄水用のろ過剤なんですが、
買ってきてそのまま水につけると小さい炭の粉のようなものがブワッと拡散して水を汚してしまう、むしろですね真っ黒にしてしまうので良くなかったんじゃないかなと思います。ということで、ろ過剤を洗うというのは結構な、ことだなと。まあ真水を作るためにどれだけ真水が必要なんだろうかということで、実際に被災した時に、まあこれは実際ろ過剤を持ち歩こうと思っているわけではないんですけど、もしですね、被災した時にろ過剤を自分で作ろうと思えば、少なくともなんかその辺の砂利を拾って、ペットボトルのようなものに詰めるというよりはですね、川底にあって普段水でこう洗われているような、まあ最低限その泥とかね、ホコリとかがついてないものを選ばないと、ちょっとこう綺麗な水を得るまでに大変だなということなんかはですね、今回つくづく思いました。これはゼオライトというものを、まあ洗濯ネットに入れて洗ってみたんですが、まあやはりですね、手で触ってもかなり粉がつきましたので、水で洗ってみると、周りについたその粉末ですね、おそらく石を削った時の粉末だと思うんですけど、それがたくさんこう水の中に、ね、溶け出てというか、真水を汚してしまうような状態でした。なのでこれも、まあ、バケツをですね、水を入れ替えながら3回4回、きれいにですね、ある程度こう水が汚れないになるようになるまでは、洗わんとなぁと、そもそも意味がないなぁということでやってます。はい、まあこのろ過剤を洗う上で使った真水の量以上に多くの真水がろ過できないとやった意味がないんですけどね、ちょっとまあ実験ということでダメ元でいろいろやってます。はい、なんか、買ってきた洗濯ネットのね、チャックが閉まらなかったのでゴムは切ってます。で、すべてのろ過剤を、まあ、一通り水で洗った後、こんな風に日光で干すことによって、まあ調べるとですね、日光消毒っていうんですかね、まあ、日光には大量の紫外線があります。紫外線非常にねエネルギーの強い光線で、まあいろんなものを死滅させる力がありますので、日光消毒をして完全にカラカラに乾かしました。で、これ、ダイソーで買ってきたプラスチックコンテナ、ポリ容器。3.8 リットルのコック付きのものです。まあ、形からしてなんかこれが、ろ過するための容器にちょうどいいなと思ったので、採用してみたんですけど、まあ、330円で売ってるやつですね。一番下はですね、軽石です。軽石はろ過剤として売ってるわけではなくて、なんかこう、鉢底、鉢の底に入れるような、まあ、植物のですね、育てるときに使うような園芸用の材料だったんですけど、まあ、軽石ということは石に小さい穴がたくさん開いてて軽くなってるわけですから、まあもしかしたら何かのね、ろ過剤になるのかなと思って、ちょっとこう試しに入れてみたという具合になります。小学校とか中学校でやるようなそのろ過というか地層のね、実験なんかではよく大きい石、小さい石、砂みたいなものを混ぜて、で筒状の中に水と一緒に入れて振っておくと重い石から下に沈むというふうなですね、なんかこうろ過装置のようなものを作ったような記憶もある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、まあ発想はそれですね。はい、で一通り洗ったものをすべて入れて上から水を1リットル入れてみました。どうかなとちょっとドキドキもしたんですけど、まあやはりですね、最初の1リットルは下から出てきた水は、かなり、濁ってまして、まあ白っぽい感じでですね、おそらくゼオライトのまだこう洗い残しというかですね、そんな粉が出てきたんじゃないかなと思うんですけど、まあとても、飲みたいなと思うような感じではなかったですね。はい、1リットル入れてだいたい 400-500cc の水が出てきましたので、うん、でしかも全部こう濁ってましてね、こうちょっとよく見ればわかるんですけど、白くこう濁ってる感じですよね。粉がいっぱい混ざってる感じ、もう見てすぐわかるので、これを飲みたいとはまあどう考えても思えないですよね。お腹痛くなりそうな感じじゃないかなと思うんです。でこれペットボトルがですね、1リットル入りのペットボトルを使ってるんですけど、2リットル目入れまして、でまた水を出しまして、でまた今度これ3リットル目ですかね、全部入れましてまた水を出しまして、
でもだんだんめんどくさくなってきたんで、もう4リットル目は下から溜めずに、もうバケツに直接出す感じで、こんな風に上から入れまして、1リットルの水を入れてもですね、すぐには蛇口から出てこないんですね。蛇口を回栓して開けっぱなしにしてても、ちょっと時間経ってから出るような感じで、5リットル目にしてようやくですね、あ、なんか綺麗だなっていう感じだったので、口に入れて、まあちょっと味というか舌触りというか、ちょっとこうね、感触を味わってみたんですけど、もう全然この段階ではですね、あ、普通の水じゃんと、5リットル目にしてようやく、まあ多分飲んでも大丈夫なんじゃないかなっていう感じっていうんですかね、まあ口に入れても違いがわからないような状態になりました。ということで、次回これを使って雨水に挑戦したいと思います。